ね、そうですね、それが面白いんですけど、なかなかまともに当たらんですね。いいですね、今のああいう小林君に左も当たった。さあチャンスだが、もう一回右、あっ取らない、右のストレート、左から右と非常に速いワンツーが来ます。ここでゴングです。第3ラウンド、グリムさんの採点、また5対4とアリゲルが取っております。いかがですか西条さん、やっぱあのフェントかけた時 も小林君 の右が欲しいですね。あ、なるほどね、ちょっとあの辺が少し消極的になってんでしょうかね。あですね、ちょっとあれですね。そういえば昭和39年の1月4日場所も同じこの蔵前国技館で、現在この小林を育てました高橋義典会長がエディ・パーキンスと戦って、やはり左に悩まされて左に負けたというのが郡司さんありましたね。13ラウンドまでね、だいぶやられましたですね、はい、やはり世界は左は世界を制すという言葉がこのボクシング界にありますが、この左の重要性がこの試合でも非常によく出ております。一般的に見てね、小林君はスロースターターって言われてますからね、はい、この辺からちょっとやってみてほしいですね。9回までどの回でも倒してますからね、パンチ力は確かにあると思うんです、はい、ちょっとロイヤルの右目が腫れてきました。中途半端なパーリングでは危ないというこの左のジャブ、ストレート、小林の左が少しこのラウンド出始めました。西条さんどうなんでしょう、これは小林君の気持ちの硬さがまだあるんでしょうか。ちょっと硬いみたいですね。まだ硬いですね、はい、なんつっても予想が違ってましたからね、本人はむしろ悪い予想をたくさん書いてくれた新聞記者に投資を獲得するということでお礼を言いたいと言っておりましたが、またルゲルの右側が立った、ガクッときました。オリバレスからタイトルを取った時も最初のダウンはこの左のショートフック、非常にこのアルゲロの左はもともと左利きなだけに強い。試合前に小林がしきりにセコンド陣に言っていたことは、私のこのガードが下がったらすぐ注意を与えてくれということを再三頼んでおりました。左右の服ですがちょっと力が足りません。右のストレートも強い、すぐ続きますね、右のストレートもワンツーで、ちょっと左が下がりますよ小林、はい、使っていったロイヤル小林の猛攻です。郡司さん、片鱗を見せました。これが小林のボクシングですね、姿ですね。西条さん、ああいうことが一回出ると、はい、ちょっと気持ちが楽になるでしょう。そうですね、やっぱり打っていけば、まあ、相手も下がりますからね、さあ小林が猛烈に攻めていく。これで気持ちが切れれば小林はラッシュします。ミュンヘンオリンピックで背の高い外人選手とも当たっているので、外人あるいはまた背の高い選手別にどうとも思いませんと言っておりました小林、低い姿勢から入っていきます。必要な左の服のボディ攻撃、これはなかなかいいですね。あれけるよ、いやいや正直極的になったんじゃないですか。ああ、
くパンチ力では小林、そして連打ではアルゲロというのがこの試合前の予想でした。ワンツー、ますます右の目が腫れてきます小林です。まだしかし西条さん大丈夫でしょうか。まだ大丈夫だと思いますよ。まだ大丈夫ですか、はい、左のジャブが伸びてきます。もう少しやはりここで攻めたいところです。おー当たった、あーっと惜しい、パクリ、この辺りはなかなか小林うまく戦っています。しかしやはり小林といえどもこの辺は無理をしません。ああいうパンチが当たると不思議なもんで、アルゲルの左が当たらなくなるんですね。ベンジさん、不思議ですね。この辺はやはり相手があるというこのスポーツの面白さ、相手によって全く変わることがありますね。変わるんですね、うん、左よく伸びます。アルゲルがまた左を対応した、あっと右が当たった、危ない、